意味もないです。意味もない。いや、わけはあります。わけはある、はい、結局僕も目の前にあってこうなりたいのですが、うん、あ、そうですか、じゃあお手伝いしましょうか、ですから。いや、 やっぱりね、まあ、広告とか、まあ、雑誌媒体とかでいろいろこう30年ぐらい仕事をやってきてね、で、やっぱりしげちゃんランドっていうのを作りたくなったのね。しげちゃんランドっていうのは、僕あんまりそういうの聞いたことないですね。そう、自分でなんとかランド作りたいっていうのはマイケル・ジャクソンぐらいしか。ああ、そっか。いや、後半の方ね、平面から立体作品が増えたんですよ。そしてもう自分の仕事場と家の方、もうそういう立体物がたまりにたまって、で、まあ、大体広告の仕事ってそれを撮影したら現物が残るんですよ。で、その現物がその本当に押し入れとか、最初は飾り棚とかにこうやってたんだけど、もうとてもじゃないけどね、もう収容しきれなくなって、なんかかわいそうなんだよね、天井からぶら下げたりね、いろいろしてててね、本当お化け屋敷みたいになっちゃったのね。で、こいつらをなんとかちゃんとこうゆっくりと、こう済ませてあげたいなと、はい、で、まあ、そういう意味でしげちゃんランドっていうのを、まあ、東京でやれればよかったんだけど、はい、それはもう何億かかるのか分かんないんで、はい、でとりあえず日本中のちょっとなんとなく探してたんですよね。ここが一番最初ってわけじゃなかったんですね。最初はね、静岡とか、はい、沖縄とかあったかい方を考えてたのね。そしたら、でもその当時でもね、バブルちょっと弾けた後なんで、壺でも ど田舎でも3万ぐらいしてたの、ね、はいはい、壺3万、そうすると土地だけで3000万。そうです、ね、で、上物を考えたら1億ぐらい、さすがにそんなに稼いでなかったんで。なるほど。その時代によってはひょっとしたら違う場所だった可能性もね。あるかも分かんないですけど。で、やっぱりなんだかんだっつって土地を探してるうちに、同級生が東京に遊びに来て、相生とか向こうの方に壺1000円であるぞって言って、それも即決ですよ。場所もちょっと箱もね、上物も少しあってで、まあ、牛舎だったとこなんで、牛屋さんだったんで、まあ、8000坪あるっていうんで、まあ、じゃあそれだったらもう死ぬまでいろいろ作れるなと思ったんですよね。で、こいつら各部屋に今でいうリノベーションっていうんですか、20年前にやって、で、こいつらはちゃんと済ましてあげてるっていう、なんか気持ちよさそうですよ、みんな。大きなものも多いですもんね。そうですね。大きいのは左右12メートルのシゲドンって小さいドン、はい、あれもベルギーかなんかの恐竜で11メーターが最大だっつってたんで、僕は、はい、頑張って1メーターだけ大きくて、この辺は負けん気。のんびりおられるようで、ちょっとそういう、ね、内面の葛藤もあるわけですね。少しでもこう人と違うものを、大きいものっていう。子供ですね。こういった作品っていうのはどういう時にっていうか、その作って制作してるんですか。どういう時っていうか、まあ、もともと拾うことが好きで、まあ、街歩いてもゴミの日とか、はい、家財家具とかね、でもそうだし、海行けば流木から何から落ちてるし、まあ、いろんなところにね、みんなゴミだっていうものに対して非常にこうフェティシズムというか、愛着を感じるところがあったんで、まあ、そういうものとの出会いを拾ったら何か形にしたくなるんですよね。そういったそのお考えっていうのは、バブルの頃物がどんどん作られて捨てられてっていう、そういう時代から感じてらっしゃる、こう
というかね、一番単純にそれまで意外とね、なんていうのかな、結構頭で考える、若い時結構頭で考えてね、レトリックでね、相手をこう取材があってもどうやったらこの相手をギャフンと言わせようかなってそういうね戦略ばっかりやってたのね。で疲れちゃって、で自分に子供が3生まれて幼稚園通うようになって、でその子うちの子がね、幼稚園から牛乳パックで、ロボットを作ったんですよ、で持ってきてね、自分で自分には風景が見えてるんですよね、敵とかなんか街の上からこう俯瞰して飛んでダダダダダ、あれなんてこいつ楽しそうにやってんだろうと思って、でこういう仕事って本来僕自由求めてやってたのは、なんで自分で相手をこう自分の言いなりにするためにレトリック考えて、なんて不自由になってったんだろうと思って、でその子供に教えられたっていうの、あそうだよな、最初こういうつもりでやってたんだよねっていうね、それに気づかされて、こう広告とかになってくると、それを見てくれる相手っていうか、そうですね、時代とかも、踏まえた上で、クライアントもついて、その意向もありますし、そうですね、ものづくりがあるかもしれませんけども、本来は、多分作ることそのものが楽しかったと、そうなんですよ、そういう気持ちをお子さんを見ていて思い出したっていう、そうなんですよね、ちょっと僕も 今子供が6歳、5歳、1歳なんで、今も車の中でなんかちょっとうるさいのね怒ったりしてましたけども、ちょっと考えなきゃいけないなっていう、いやだから、人とほっといたらだん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 賢い方向行っちゃって、であんまり賢いとつまんないよって、たまたま自分の子供を通して、なんか誰かだか何かだか分かんないが目の前に現れるんですね、はい、そういうことに僕すごい素直なんですよ使いが来たぞという、あこれは天の啓示だとか、なるほど、だすごいいいようにね、すごくいい、自分に都合のいい解釈する人間なんでなるほど、まあ、そういうだから、これがタイミングなんだなと、今が変化のタイミングなんだなっていう、多分素材との出会いの瞬間から多分気持ちは動いてると思うんですけども、そうですね、それが作品になるまでのこう間っていうのはどういう心の動きってあるんですか？やっぱりね、やっぱり仕事してきてるから、一発拾った時もあこれは何なのなっていうの分かるんですよ、もうあるんですよ、でそれはそれで今まで通りだから、まあいいんですけど、ものによっちゃ骨とか歯とか、まあ僕歯医者行っても歯持って帰ってきますからね。自分の。そう自分の。自分の。そう自分の。まさか入ってるのありますからね。あるんですか。ありますよ。もうオブジェの中に入れてますから。ありますね。あれはご自身の歯なんですか。そうです。自分の歯です。見方が変わりますね。もう。そうするとね、4年手つけれない木とか、7年骨は7年全然手つけれなかったですよね。やっぱり。仏教徒ではないんだけど、アジア人の血が流れてるんだね、やっぱりね、骨をなんかこう粗末にしちゃいけないって、でなんかやっぱり思うじゃないですか、普通に、でいたずらしちゃダメなんだろうなとか、やっぱり死んだものの鹿でも熊でもね、なんかいたずらしちゃいけないよなと思うのを7年ぐらいいじ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 横に置いときながら見ながらいつも思って、普段すぐできる仕事をやって、である日7年目にちゃんとお答え出るんですよ、ちゃんと教えてくるんです向こうから。あそうなんですね、なんかね、課題与えられたらムラムラするんですよね、でやっぱり向き合うんですよ、で自分の好きなように今までのやった段取りでやろうとしたらつまんないんですよね、だから向こうが本当にこれで OK だよって言ってくれるまでこう見極めるっていうので初めて刃物を入れるっていう、
だからやっぱり地球でも宇宙でもそうじゃないですか、うん、星の巡り20年に1回しか会えない星とか、うん、そうですね、だからあ俺はせっかちだったなと思って、うん、毎日なんかやらなきゃいけない、うん、でも大事なものって何年に1回とか10年に1回とか、うん、そういうサイクルでは合うものもあるんだから、うん、あただ前進めばいいってもんじゃないなとか、うん、だから待つ勇気、うん、若い時は出る勇気だと思ってたんだけど、うんうん、なるほど、待つ勇気も大事だなという、あ、そうですか、うん、熟すまで、うんうん、なんかあるみたいですね、うん、って世の中なかなかうまくいかないんだよね、思い通りにね言っているような感じもするんですけどでもそういうところからだからなんか節目の大きいところってなんかねお告げが来るまで無理ですよ、なんか変なこと言ってるけどだから僕はね姿勢としては空手とかボクシングじゃないんですよ、うん、ちょっと合気道やったことあるんだけど、合気道なんですよ、相手に気を合わすんですよ、でその人が行きたい方に生かしてあげるんですよ、でだから僕はただの媒介者なんで、だからやっぱり観察、相手がどういう動きでどう攻めてくるのか、どっちから出てくるのかっていうのを常にこうだから観察、作るっていうよりね、観察してちゃんと落ち着くところに落ち着かせてあげたいっていう、あ、なるほど、そういった合気道的な要素っていうのはあれですか、バリバリこう広告屋としてやってた頃もそういう感じがあるんですか、相手の観察っていうのは。なかったですね、あやっぱりそれねある程度年取ってからねよかった、ちょっともしもそんな要素が若い頃からあったらもう自分どうしようかなと思いましたけども、時間が必要ということで皆さんねある程度はね焦らず、はい、合気道的にという、なるほど、このしげちゃんランドちょっと話戻すんですけども、はいはい、こうなんかそれぞれ共通項があるようで、それぞれ違う個性みたいな感じがして、それが何なのか僕ははっきりわからないんですけど、こうまあよくものづくりでコンセプトみたいなこと言ったりしますけど、そういうものってそれぞれあったりするんですか。いや、コンセプトは今流行りだけ、今流行りっていうかね、ないですよ、意味もないです、意味もない、いや、わけはあります、わけはある、うん、結局僕の目の前にあってこうなりたいのですが、うん、あそうですか、じゃあお手伝いしましょうかですから、自分を通してっておっしゃってましたよね、だから意味とかなるとさ、めんどくさいじゃないですか、いやね、もうインタビューは泣かせなね、あれですけどもね、でやっぱりね僕なりにも考えたんですよ現代アートとかの、うん、で世界中の今の経済の機構もそうですけど、うん、意味があって正論を叩くってことは自分に得するためでしょ、うん、自分を有利にしてお金が入るようにする、うん、それが流れじゃないですか、うん、ちょっと僕も考えちゃいますね少しはね、 そうですよね、だから今のこう経済界、世界のあれでもそうですけど、相手をどう打ち負かして自分を有利にしてやるために、うん、言葉巧みに、うん、嘘も言いつつ、いやいやいや、高木さんのこと言ってるんじゃなくて、正論っていうのはそういうことじゃないですか、正論で世界の流れっていうのは、でそれで西洋のいわゆる 文脈でずっと来てますよね、うん、それが嫌なんですよ、うん、もうそれぞれ事情あるじゃない、うん、わけがあるじゃないのっていうのが、うん、ここにある生き物たちとか作ったものとか、うん、だってね、みんな世界中一つ一色になるのつまんないじゃないですか、うん、もうインド人もいりゃアフリカ人もいたり、韓国人がそばに、なんかそういう街が一番いいじゃないですか、うん、そうですね、多様性があって、ね、多様性があって、覗きに行くのが楽しみっていうのは、なんでそう来るかなっていうねそう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 、子供なんかもそうなんですけどなんでそうするかね、それ拾うかなっていうね、そうそうそう、ありますけども、国が違うとまた感性も背景違いますから、そうなんです、それが見たいから世の中面白いと思うんだけど、今一つに全部食べ物でもすぐ世界中にこう共通した、どこ行ってもマクドナルドはあるし、ね、リーバイスはあるし、
それ意外とまあ好きですけど好きなんだみたいな好きなんだけどそれが極端すぎるのが本当つまんないなと思って、せっかく海外行ったりとか違う生活して生きてきた人に会うのになんで、僕が知ってるようなことを聞いたり来てるものよりここで刀刺して出てきた方が日本人面白いじゃないですか。なぜ頼もうとか言いながら自由に生きようとするじゃないですか、ええ、みんなね、ええ、自由も楽しいんですけど、ええ、だいたい夫婦仲が悪かったりとか問題ありますよね。問題あるケースが、うん、あってですね、うん、僕のその義理の父なんかは、うん、まあ、外科医で泌尿器科医なんですけど、ね、生命の共通はやっぱり命をつないでいくことなんですよ。あ、いいですね。そういう目線で言われると僕はもう何も言えなくてですね、ただ命をつないでいく人間としては、夫婦仲もある一定とある一定必要なんじゃないかなっていうです、ね、ことで、この自由に生きるのと、人とまあ楽しく調和をするっていうのとは、どういうふうにしてこう折り合いをつけていけばいいのかなっていう。もう自分と相談するしかないですね。いや、自分個別の最適解を探すしか。いや、でもね、僕はね、全く自由ってつまんないと思ってる。あ、でね、不自由な中の囲いがあって、うん、その中でどれだけ自分がこう暴れるかな、うん、自分の能力どこまでギリギリ出せれるのかなっていう、はい、そのくくりがあった方が面白いですよね。だからよく言うのが型破りってあるじゃないですか、はい、型を知らないと出ようがないんですよ。破りようがないじゃないですか、支配のような。そう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 、だからね、ものはやっぱり規則とかルールがあった中でどれだけこう自分が精一杯できるのかっていう、そこにこう自分の能力を、ね、寝ず寝たり起きたりはするけれど、手八丁口八丁やるのは多分生きてることじゃないかなって。なるほど、確かに自由そのものだけだとその自由って何なのか分かんないですよね。分かんないですよね。そういった縛りがあるから自由の良さが分かるんです。なるほど、いや面白いですよ。だからそのね、これが世間だなとかね、世間なんだなって、そういう、まあ、宇宙の中の一つの、だってあれ、ここで生きてるだけでもね、全くフリーじゃないですからね。この環境の中のね、空気もあったり水もあったりとかいう中での制限の中で の、自由ですからね、好きにやっていって。僕はもう勝手にしげちゃんのことをもう超自由人だとんでもない、もうこんな硬いよ男ないね、こんな広い敷地がいるのに大体ギシギシッカのね、このスペースにいますよっていうね、なぜあえてそこにっていうね、受付のとこありますけども。なるほど、じゃあこれぜひね、クリエイターの皆さんも今自由で、作っていくこと、皆さんもまあある縛りっていうか、そういうものがある中でやるからこそ面白い、面白いものが生まれる、知恵も出るし、そこに避けちゃうからダメなんだよね、真正面から向き合わないから、ちゃんとだから合気道じゃないけど気合わせてないんですよね。だからただ壊せばいいんじゃないかとか、もうなんか好きに勝手にやればいいじゃないかって、それね、後で後悔しますよ、やった後痛いんだからそっちの方がいやー、なんかいろいろこうそういうご経験もあるんじゃないかなと思って、ね、なんかすごく興味がありますけれども、面白そうだな。時代の中で一番この時代面白いなっていうか、この出現でびっくりしたみたいなことありますか？やっぱりあれだよね、1960年代面白かったんじゃないですか。60年代、やっぱり60年代はオリンピックアート、あーで、まだこう国が整備されてなくて、いろいろ管理が行き届いてなくて、安保があった頃、新宿で騒乱があったり、あの辺の暴れ方は面白かったでしょでもそれぞれがなんかやっぱ理想郷を持ちながら生きてた時代なんですかね。どうなんですかね。いや、なんだろうね、エネルギー量ですか。エネルギー量って、まあ
絶対それはあるでしょうね。戦争があったってのは大きいでしょうね。だからきっと今 あの管理、子どもたち管理されてるじゃないですか。であの時は子どもが多かったから先生の目も親の目も届かなかったんですよ。うん、なるほどね。だから今少子化で子どもが少ないから視線を感じてみんなマニュアル通り失敗しないように、すぐバレちゃいますから失敗が。でたくさんいたら紛れてね、はい、失敗とか悪いこともね攪拌されてねなるほどね。多分そういうことなんじゃないですか。あ、なるほど。何かこう道具としてはインターネットを手に入れて、自由に情報も入る、作る道具もいろいろ出てきて、何か自分で作れるような気もするっていうような気がして、今もなんか創作という意味ではクリエイター、クリエイターってこんなに誰でも言うような時代も、まあそういう時代かなと思うんですけど、今の時代はどういうふうに見てらっしゃいますか。やっぱりね、コンピューターに向かってるとノートは指先しか使わないんで、やっぱり体使ってほしいね。体やっぱりね、体で雪かきしたりね、草刈ったりね、木登ってね、枝切ったり、そうするとね、頭で考えないで体を使って自分の中にねエネルギーが出てくるんですよ。やっぱり血流良くなるしね。でやっぱりね、今の人こう頭使いすぎるからダメなんじゃないのかな。で体に頭が乗っかってるんだと思ってないから、頭に体がついてると思ってるから。確かに。だからやっぱり動物とか、このように、この前も熊出たりとかね、いろいろしてるけどねでやっぱりね彼たち、例えば極端な話、人間の世界で今年金かけたりなんかしてるでしょ、年金かけてる熊いないですよ確かに将来ねで保証とか保証を考えながら生きてる動物いないですよ、そうですね、野生動物。僕はなるべくそこに近づきたいんで、なるべくですよ。だから僕はだから何作ったとかクリエイターがどうのこうの以前に、元気で生きてることが楽しくないクリエイターって、クリエイティブって、それクリエイティブって言わないの気がする。ああ、なるほど。その人元気だったらいいわけじゃないですか。ねえ。なるほど。元気でいれば、そこからまた出会いというか、出会い、熱量も出るし相手に伝わるじゃないですか。でだからちょっと順番が逆のような気がする。なるほど。もっと体を使えと。そうそうそう。屋根の行き上り、屋根の行き下ろしも自分でやりなさい、怪我したっていいじゃないか僕やってますからね。やってるんですか。いやここ上がってますよ冬すごいな。すごい。多分そういうのがなんか尺度になってるような気する。確かに。逆になんかね、今体を動かすっていうので、なんか今だと健康管理とかね、いろいろこう、なんていうか、おしゃれのための健康じゃないですけどいやいや、もう本当に、ね、そんな感じないです。もう本当死ぬほど健康が好きっていうね、もう全部脈拍も記録してねアプリで全部記録して、僕まだずっとああいう健康保険行ってないですもん、検査いやね、僕親戚にもちょっと万博にずっと関わってた、ね、年配の方がいらっしゃって、健康保険ずっと入ってなかったんですよね。ただ奥さんが健康保険だけには頼むから入ってくれ俺は、その方は、いや俺はそんな俗世間のね、いろんな仕組みの中では生きないと俺は俺だって、さっきの熊の話じゃないですか、生き物はそんな風にしか生きてないっていう、自由なんだ、自由っていうか、そう、発想するっていうか。でもね、奥さんの力、条件が働きまして、健康保険には入ったっていう。僕も入りました。入りましただってちゃっかり入れるんだもん。いや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 、いや面白かったです。ぜひしげちゃんランドに悩んだ方じゃないけどふと体がしげちゃんランドの、ね、ことをこうパンフレットで見た、ゲームで見た、で700円で入ります。大丈夫しっかりと
さんに一言、しげちゃんからメッセージお願いできますか、こちらの方。あ、はい、あの、まあ、人それぞれですから、まあ、人生一回、好きに、自分をちゃんと、往生させてやってください。あ、はい、分かりました、はい、ありがとうございました、はい、なんか坊さんみたいなことです。いやいやいや